お元気ですか？花咲ゆきみです。いよいよ11月30日水曜日に花咲ゆきみの新曲冬岬が発売になります。はい、今回は発売前なんですが、この冬岬をカラオケで歌う時のポイントを説明したいなと思います。冬岬の作詞は菅真紀子先生、作曲は浜圭介先生、編曲は西村慎吾先生です。曲の内容は、してはいけない恋をしてしまった女性が主人公なんですが、かつて愛する人と訪れた冬の岬に、今度は一人で訪れるわけなんですが、そこで見ただるま夕日に今の自分の思いを重ねるという切なくも、ドラマチックでダイナミックな情熱的な曲です。こうワンコーラス1番っていうのはイントロ A メロ B メロサビという風な形で構成されていると思うんですけれども、この冬岬はですね、ジャズのように本編の前にもうこうイントロの部分にちょっとこう歌が入っているバースと呼ばれている部分があるんですね。本当にイントロが6秒しかなくて、じゃらららじゃ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 んじゃーん冬のっていう風に入るんですけれども、そこの、部分があってからやっと本編に入るという形なので、ちょっとバースという部分があって、そして本編があるという、ちょっと今までにはあまりこう演歌歌謡曲ではなかったような、形の曲かなと思います。それでは早速、歌唱ポイントを説明していきたいと思うんですけれども、このまずじゃあバースのところからね、ちょっとやっていきますね。本当に6秒しかイントロがないんで、しっかりと聞いて、歌い出してほしいんですね。ここがもう本当にバースの入りが何よりも重要なんですね。ここの入りを失敗してしまうと、ガタガタガタってこう崩れてしまうので、しっかりとここはね、音をよく聞いて出発してください。じゃあ、まずね、そのバースの入りなんですけれども、ちょっと省きまして、こんな感じで歌前はチャッチャーンって入るんですけども、このチャッ1に冬のって入るんですね。だからここを本当にちゃんと聞き逃さない、チャッチャーン冬のなんですが、ちょっとここじゃ今歌ってみますね。本当にこうなんだろうな、私はこう海に叫ぶような気持ちで歌っているんですけれども、全体的にはなんだろうな、優しくこうあったかい感じで伸びやかに歌う方がいいんじゃないかなって思います。でこう波が寄せては返す寄せては返すような感じで歌っていただくとよりいいかと思います。じゃあちょっと、今は音なしでちょっとやってみますね。冬の夕日が海に沈むとき、だるまみたいに見えるから、だるま夕日と呼ばれるの。こんな感じですね。寄せては返す。寄せては返す。こんな感じなんですけれども、まあ、細かくいきますと、冬の夕日が、冬の夕日がのところはちょっとこう、アクセントをちょっとつけるような感じで押し出してあげる気持ちでいくといいかなと思います。そしてまた、だるまみたいにですね、まーとにーも押し出してあげて、見えるから、こうからはね、私なんかすごく優しく歌ってほしいんですよ。自分でもそういう風に歌ってるんですけども、見えるから、なんかちょっとこう
声にならないウィスパーボイス、なんかため息っぽい感じでもいいと思うんです。見えるからだるま言う人で、そしてこの次、呼ばれるの、あの拳が回せる方はるのって歌った方がかっこよく決まると思います。でももし拳がちょっと苦手だなって方は、呼ばれるのるのるうーのみたいな感じで、うーというこう母音をねしっかりついてあげると、拳が入らなくても、あの丁寧に歌うことでかっこよく決まるかなと思います。そしてその最後のるーののの、なんですけれども、るーのーこう少しこうクレッシェンド大きくしてって、スッとこう、やっぱり波が寄せては返すじゃないですけども、うわーっと来てシュッとこう引くような感じで、大きくしてすぐシュンと、小さくなる感じで歌うと、ここもかっこよく決まるかなと思います。それではこのバースのところをですね、ピアノを弾きながら歌ってみたいと思いますので、よかったら皆さんも一緒に歌ってみてください。冬の夕日が海に沈むとき、だるまみたいに見えるからだるま言う人、呼ばれるの。はい、これがバースの部分となりますので、しっかりここがやっぱり重要なので、皆さん何度も何度もここの部分を練習してから本編の練習に入ってください。それでは本編の歌い方に参りたいと思います。あの日と同じ冬岬、思い出をたどる旅です。ここの部分はですね、私レコーディングの時にすごく、なんだろうな、慌てて歌ってたみたいなんですね。だからあの作曲の浜圭介先生から、もう少しゆっくりゆったりと、一つ一つの言葉をね、噛み締めるように歌ってごらんってアドバイスいただいて、その通りに歌ったらすごくこう落ち着いて、歌えて、もうバランスもよく、いい感じでレコーディングもできたんですけれども、なんであんなに慌ててたんだろうなと思うぐらい、多分やっぱバースが終わってほっとして、あ、歌い出しだと思うとちょっとこう急いじゃったんですかね。だから皆さんもバースを歌い終わって、あ、本編に行くっていう時に、あんまり慌てないで、しっかりとブレス、息継ぎをしてから、あの日と同じ冬岬、思い出をたどる旅です、と本当に一つ一つのね、言葉を噛み締めるように、丁寧に歌うといいかなと思います。で、顔もね、私ちょっとなんか怖い顔して歌ってたみたいで、浜先生からもうちょっとなんかにこやかにね、愛する人とかつてこうね、一緒に訪れた、冬の岬を訪れた時を想像して、この主人公がなんか歌ってるような感じで、あなたとここに来たわよね、みたいな感じでね、こう、にこやかな、思い出を思い出してるような感じで、にこやかに、少し笑顔で歌うといいと思うよって、これもアドバイスいただいたので、皆さんも、怖い顔にならないように、ちょっとこう、微笑むような感じで、ここは歌ってみてください。そしてその次の、別れても好きよと叫ぶ声、ここはちょっとこうセリフをね言ってるような、別れても好きよとみたいなね、別れても好きよと、もう本当に別れても好きよまではセリフを言ってて、とで
こう歌いに戻ってくるみたいな感じで、で、叫ぶ声、この声ははっきり大きく歌ってください。で、風にちぎれるのところは少し力強く歌うと、なんだろう、決め台詞を言うようなっていうのもちょっと違うかもしれないんですが、本当にここで前半終わりました。こっからサビ行きます。だからここでちょっと一回区切りますよ。だからしっかりとここで力強く決めますよみたいな感じで、風にじゃんちぎれると歌うといいかなって思います。それでは、ピアノを弾きながらちょっと歌っていきたいと思いますので、皆さんもよかったら一緒に歌ってください。歌い出しの前にっていうのを入れるので、それが入ってからあの人というふうに、歌い出していただきたいなと思います。それではいきます。あの人同じ冬岬、思い出をたどる旅です。別れても好きよと叫ぶ声、風にちぎれる。それではいよいよサビの部分に入っていきますが、サビはですね、エレキギターの音がジャーンジャーンジャーンという風にこう力強く下からこう突き上げてくるんですね、音が。なのでそれにこう、なんだろう、気持ちを乗せて声を合わせて、ちょっとこう大きくゆったりアクセントつけて歌っていただきたいんですが、あんまりこう喉で歌いすぎちゃうと、喉痛めちゃうと思うので、できる限り、腹筋をちょっと使うようにしていただきたいんですね。極端な話、パンチをこう、食らったみたいな感じで、落ちて、ゆーくーみたいな感じで、て、ゆーくーでこう、3回パンパンパンってパンチ食らったみたいな感じで、ここを歌っていただくといいかなと思うんですけれども、あんまりそればっかり考えちゃうとおかしくなっちゃうので、まあ最初は、落ちて、ゆーくーとこう、ちょっとね、手を叩きながらでもいいので、こう、押し出してあげよう、アクセントをつけようという感じで、だけど慌てずゆったりと、落ちて、ゆーくー、曇えながらという形で歌っていただくといいと思います。そしてその次の二つの太陽がのところは伸びやかに大きく歌ってください。そしてその次の重なって消えてゆくのところもやっぱさっきの落ちてゆくと一緒で重なって、またパンチを3回食らったみたいな感じで、重なって消えてゆく、はっきりと強く押し出してあげて、消えてゆく、尽きてゆく、この尽きてゆくのところははっきりとでも切なくちょっと歌っていただいて、最後の冬の海、ここはすごく丁寧に歌っていただきたいんですが、冬のうー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 みーいーいーいー、しっかり4拍4拍伸ばしてください。で、冬のうーうーの入り方は少し、なんだろうな、なんかこう周りを少し様子を伺いながら、冬のうーってこうちょっと小さく入ってって、だんだん大きくしてって、みーとこう、なんかこう、遠くに声を伸ばしていくんだ、あなたに届けみたいな感じで歌ってほしいんですが、できればここはですね、浜圭介先生が、もう泣いてっておっしゃってたんです。もう泣いて、もう気持ちをなんかここにぶつけて、冬の海みたいな感じで、本当に愛する人を諦めきれない、私は諦めない、あなたを愛してるのっていう気持ちをここでなんか
押し出すような感じで、しっとり歌うところなんですが、力強く、そして、ちょっとこう、泣き叫ぶような感じで歌っていただくといいかなと思います。やっぱりこう、ちょっと、泣く演技っていうのも難しいと思うので、そうですね、最後は、あまりまあ、考えすぎずに、切ない雰囲気が出せればいいかなと思うので、冬の海、丁寧に歌い収めていただくといいのかなって思います。それでは、ピアノを弾きながら歌っていきたいと思います。皆さんもよかったら一緒に歌ってください。じゃあサビの前に、ちゃん、ちゃん、ちゃんと入りますからね。このちゃん、ちゃん、ちゃんの後に落ちてと、皆さん歌い出してください。落ちてゆく燃えながら二つの太陽が重なって消えてゆく尽きてゆく冬の海。これでワンコーラスの歌うポイントの説明は終わったんですけれども、バースの部分からこの本編の最後の部分までちょっと続けて歌ってみたいなと思いますので、皆さんもぜひ一緒に歌ってみてください。冬の ワンコーラス歌ってみましたが、皆さんいかがでしたか？歌えましたか？そんなに音域が広い曲ではないんですけれども、力強く歌わなくてはいけないというか、こう力強く歌っていただきたいところがいくつか出てくるので、結構こうパワーを使います。そのね、ところどころでこう力強く歌うところは特にですね、ちょっと前にしっかりとブレス、息継ぎをしてですね、力強くこう押し出して歌えるようにぜひ練習していただくといいんじゃないかなと思います。ぜひ今回の歌唱ポイントを説明しているこの動画を参考にして、皆さん冬岬をカラオケで歌ってみてください。今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いします。またコメントの方もたくさんいただけるとすごく励みになりますので、皆さんよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。花咲ゆきみでした。またねー。